はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はですね、こちらのアドベントカレンダーの続きやっていきましょう。はい、2017年の12月11日から17日までだね。うん、はい、今回はちゃんと撮影してるよね。うん、してるね。よかったよかった。じゃあ開けていきましょう。はい、はい、じゃあ11日目は何でしょうか。こりゃ11日目はおお、あー、これあれだ、 あのジャックーの、うん、ティードの乗ってて、あれティードは、あ、ティード12日目は、お、ミレニアムファルコン号だ。おー、ねー。13日目は、あ、スノースピーダーだな。これ、でも、鳥っぽいけど。あー、なんとなくね。14は、フレームトルーカーだ。あー。15日目は、おや？なんとなくクリスマスにちなんだ色っぽいけど。なんかわかんない、これね。16日目は、あー。おー。あれだ。オーソンクリニックのシャトル。うん、で17日目ですね。はい、17日目は、おっと、どうやら帝国軍兵士だね。こっからローグワンに入っていく感じだ。うん、よし、じゃあ全部作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しましたね。11日目から見ていきましょう。うん、まずこれはジャックの砂漠にいたのティードが乗ってる象みたいな生き物だね。うん、はい、続いて12日目はこちらミレニアムファルコン号だね。うん、これいいね、ちゃんと特徴捉えてる、こんなちっちゃいのね。すごい、コックピットもあるしね。うん、ちゃんとこの後ろのわーっていう、あ、エンジンもね、うん、出てるよね。13日目はちょっとわかんないんだけど、スノースピーダーかな、なんとなく今回のソリかもしれないね。うん、はい、14日目はフレームトルーパーだね。顔はこんな感じ。何も持ってないね。そうなんだよね、これ何も持ってないんだよね。続いて15日目ですね。うん、これね、なんかわかんなかったんだけど、うん、箱に書いてあったね。うん、これでした。これね、雪をこう出す機械だね。ああ、だからここに白いのがあったんだ。そうだね、だからここから雪ポン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 出すんだね。うん、もしかしたらこれフレームトルーパーじゃなかったかも。スノートルーパーなのかな。ああ、そういうこと。続いてこちら16日目ですね。これはオーソンクレニックのシャトルだね。そうだね。うん、これはローグワンで出てきたやつだけど、こう羽がね、ちょっと残念でした。これここまでしか。これ劇中多分もっと上まで行ったと思うんだけど、これ上に差し替えて、ああこんな感じだよね。うん、もっと上に行くよな本当は。あら、今週最後の17日目はこの帝国軍の兵士だね。うん、これはピストル持ってました。はい、はい、これは特に特徴はないですね。うん、普通の兵士です。で、余剰パーツで一応ピストルが2つ余ってるので、うん、まあ持ってない、武器を持ってないキャラクターに持たせてもいいかもしれないね。そうだね。はい、ということで今日の分のチョコレートおいしんくんが召し上がるらしいですけれども、はい、なんと、次の週はですね、18日から24日目ということで、うん、もうアドベントカレンダー終了になりますね。え、うん、だから次の日曜日はこのアドベントカレンダーの終了で、しかもクリスマスイブということで、うん、いよいよクリスマスが近づいてきたね。はい、はい、何が出たの。うん、なんか女の子の、女の子の形してるね。うん、人形っぽい。あ、なるほどね。うん、はい、じゃあ召し上がってください。うん、はい、ということで今回はアドベントカレンダーの続きでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。口入ってっから喋れなかったみたいです。